株式会社相模ホールディングスは本社を愛知県名古屋市森山区森高に置く相模等の和食レストランチェーンを展開するグループの持ち株会社である。店舗は愛知県他東海地方を中心に近畿地方や関東地方にも出店している。東証一部及び名称一部上場。日付はすべて2018年。出店 5月11日に開催された取締役会で10月1日を目途に会社分割の方式による持ち株会社体制へ移行することを決議し、これに伴い、称号の変更及び定管の一部変更を6月28日開催の株主総会に付議することを決議した。本移行は経営戦略機能と事業執行機能を分離することで意思決定の迅速化を図り、 経営人材の育成と、機動的で、かつ柔軟な事業運営を実現するために行われる、ものである。6月4日に開催された取締役会において、九州分割による持ち株会社体制への移行の、決定、及び、株式会社、DDA との九州分割契約の締結を決議、したと発表した。さらに、当社を、分割会社、DDA を、 商計会社とする九州分割であること、また、当社を株式会社相模ホールディングスへ、DDA を相模レストランツ株式会社へそれぞれ称号を変更する予定を合わせて発表した。分割する事業の内容は和食面どころ相模、相模には相模村、健やか食堂、相模近所不当店、デラパスタキクさん及びタイ夢の野号で運営する店舗の運営事業である。 持ち株会社体制への移行後も引き続き上場を維持する。佐賀、ミニ塩津店佐賀、宮塩店佐賀、ミニ和五基礎店、アイソカ豊山店、和食麺所佐賀味噌ば天ぷら、味噌煮込み、うどんを主力商品としている。佐賀、ミニは懐石料理と麺を主力商品とし、店は竹をテーマにした作りで和室になっている。アイソカが身ミより低価格に抑えたメニューを揃えてある。 どんどんイオセルフサービス方式のうどん店。青年大学セルフサービス方式の新業態うどん店。陣屋相模2012年7月13日、東名高速道路、新城パーキングエリアにオープンしたセルフサービス方式のうどん店。味の民芸2014年1月、味の民芸フードサービス株式会社がグループ企業となった。ラーメン専門店部部下東京。 吉祥寺発祥のラーメン油そば専門店。オーバージョイ炭焼きハンバーグステーキ専門店。十八夜中華そばと焼肉を主力商品とし、冬には鍋物も出していた。ボンパナそば打ちでの製粉技術を活かし、2007年11月に岐阜県橋間市にオープンしたパン専門店。2009年6月に株式会社ボンパナとして設立され、2011年8月に 全株式を上渡している。主力定番メニューは以下のものなどがある。季節によって変更のある季節メニューもあり、各季節ごとに様々な料理が提供される。相模では味噌煮込みうどんとそばを強みとしている。名古屋名物である味噌煮込みうどんは、販売数は平成23年2月、平成24年1月の累計146万食で日本一である。 味噌煮込みうどんの改良オリジナル商品として、ピリ辛の四川風味噌煮込みうどん、カレー味のカレー煮込みうどんがある。蕎麦は毎日店頭にある石臼でそ蕎麦粉を挽き、湿度や温度を見ながら、独自の配合で1日2回蕎麦を打つ。挽き立て、湯がきたての蕎麦をいつでも味わうことができる。蕎麦を利用したメニューに、天ざる蕎麦、エビおろし蕎麦、カモシル猿蕎麦などがある。 若者を中心に、丼物にも人気があり、カツ丼、天丼の他にも、味噌カツ丼、イクラ丼や、季節メニューのコーチン丼、うなぎ丼、穴子天丼などが存在する。名称の類似するサガビとは直接の関係はないが、共に、現在のユニーに由来して命名しており、サガビは、サガビ、当社は、サガ味から名付けられている。ありがとうございます。